そう、断捨離。え、何？ゆで卵事件？ちょっといや、これね、いや知らない人にいちいち伝えることじゃないと思うんですけど、卵って殻がついてたら電子レンジでチンしちゃダメなんですよ。皆さん知ってますか？危ないから絶対にしちゃダメなんですよ。で、私はそのなんて言うんだろう、殻は取った状態でちゃんとパッカラコーンってしてお皿に入れてちょっと温めたかったんですね、その卵を。なんかフライパンで焼けばよかったんですけど、めんどくさかったからチンしたんですよ。そしたらパコンパコンみたいな音鳴ってってなって、見に行ったらっていうか、もうすぐそこにあるから、え、何って思ってパッて開けたら大惨事大惨事だったの。もうツイッターでね、見た方はなんやみたいな感じで思ったと思うんですけどなんやこいつって思ったかもしれないんですけど、私も衝撃的だったの。だって殻がついてなかったら、だってよくその私デリッシュキッチンに見ながら料理するんですけど、デリッシュキッチンにやってる方でも、あれちゃんとかき混ぜたんだよな。そう、まあ、殻がついた状態って多分生卵は勘違いしちゃったんだねそれで破裂しちゃったのねえ、そう、悲惨だったよ。卵はこんなかけらしか残ってないし、私の食べたかった卵はあれいつのことなんだろうね、かなり前だね。ね、電子レンジの中だけでよかったよ。顔とかになって大やけどしてたら大変だったから。はいはい、じゃあ休憩休憩っていうか、なんか逆に熱くなった話でしたね。じゃあ水を飲んでいこっかな、最後まで。火の膜自体がダメなんだ。失敗して学ぶよね。そうだよね。